神宮太の驚愕の弱点優しすぎる性格が彼を苦しめる理由とは、バイク愛が命を脅かす神宮寺優太の危険な情熱とその裏側。神宮寺優太は、多くの人に愛される人物であり、その優しさと魅力は多くのファンに知られています。しかし、彼には意外な弱点があり、それが彼をさらに人間らしく、愛される理由となっています。 神宮寺の優しすぎる性格、バイクへの強い愛情、そして神宮寺家の伝統である26歳でのパンチパーマに対する抵抗感が、彼の個性を形成する重要な要素となっています。神宮寺の優しすぎる性格は、彼を特別な存在にしています。彼は常に他人を気遣い、誰に対しても優しく接することで知られています。例えば、買い物中に友人に商品を譲ったり、 楽屋で他の人に弁当を選ばせたりするエピソードが多く報告されています。この優しさは、彼がファンと交流する際にも現れます。彼は MV 公開前にファンのコメントを多く読み、ファンが元気がないと感じた際には、その声に耳を傾ける姿勢を見せています。彼の優しさは、単なる性格の一面ではなく、彼の生き方そのものと言えるでしょう。しかし、 このの優しさが彼の弱点でもあります神宮寺は他人を優先するあまり自分自身の感情を抑えることが多いようです彼は涙を見せることが少なく強い忍耐力を持っていますがその一方で感情を表に出すことができないこともあります例えば平野翔や岩ン・太が泣いている時でも神宮寺はその場を支える側に回り自分の涙を見せないことが多いです このような姿勢は、彼が他人に頼ることが少ないことを示しており、時には疲れ果ててしまうこともあるでしょう。また、神宮寺のバイク愛も彼の大きな特徴です。幼少期からバイクに憧れ、二十歳で中型と大型の免許を取得するほどの情熱を持っています。バイクは彼にとって単なる趣味ではなく、自由と冒険の象徴であり、日常のストレスから解放される手段でもあります。 しかし、この愛情が時には彼の弱点となることもあります。バイクの運転にはリスクが伴い、彼の安全を心配するファンも少なくありません。それでも、彼はバイクに乗ることで得られる喜びを大切にしており、その情熱は彼の生活に大きな影響を与えています。さらに、神宮寺家の伝統である26歳でのパンチパーマに対する恐れも、彼の個性を形成する要素の一つです。 この伝統は、家族の一員としての義務感と個人の自由の狭間での葛藤を表しています。神宮寺はこの伝統に対して抵抗感を持っており、自分のスタイルを維持したいと考えています。このような伝統と個人の価値観の対立は、多くの人が共感できるテーマであり、彼の人間性をより深く理解するための鍵となっています。神宮寺の優しさ、バイク愛、 そして家族の伝統に対する恐れは彼を特別な存在にしています。彼の優しさは他人を思いやる心から来ておりそれが彼を多くの人に愛される理由となっています。またバイクへの情熱は彼の冒険心と自由を象徴しており彼の生き方を豊かにしています。そして家族の伝統に対する抵抗感は彼が個人としての自由を大切にしていることを示しています。 しかし、彼の優しさが時には彼自身を傷つけることもあります。彼は他人を優先するあまり、自分自身の感情を抑えることが多く、その結果としてストレスを溜め込むことがあります。また、バイクへの情熱が彼の安全を脅かすこともあり、ファンは彼の安全を心配しています。さらに、家族の伝統に対する葛藤は、彼が自分自身の価値観を大切にしながらも、 家族の期待に依頼ようとする姿勢を示しています。神宮寺の物語は、多くの人に共感を呼ぶものです。彼の優しさと情熱、そして葛藤は、私たちが日常生活で直面する多くの問題と重なる部分があります。彼の物語を通じて、私たちは他人を思いやることの大切さ、自分自身の情熱を追求することの重要性、 そして家族の期待と個人の自由のバランスを考えることができます。神宮寺の優しさは、多くの人に希望を与えています。彼の優しさは、他人を思いやる心から来ており、それが彼を多くの人に愛される理由となっています。また、彼のバイクへの情熱は、彼の冒険心と自由を象徴しており、彼の生き方を豊かにしています。そして、 家族の伝統に対する抵抗感は、彼が個人としての自由を大切にしていることを示しています。神宮寺の物語は、私たちに多くの教訓を与えてくれます。彼の優しさと情熱、そして葛藤は、私たちが日常生活で直面する多くの問題と重なる部分があります。彼の物語を通じて、私たちは他人を思いやることの大切さ、 自分自身の情熱を追求することの重要性、そして家族の期待と個人の自由のバランスを考えることができます。彼の優しさが時には彼自身を傷つけることもあります。彼は他人を優先するあまり、自分自身の感情を抑えることが多く、その結果としてストレスを溜め込むことがあります。また、バイクへの情熱が彼の安全を脅かすこともあり、ファンは彼の安全を心配しています。 さらに、家族の伝統に対する葛藤は、彼が自分自身の価値観を大切にしながらも、家族の期待に依頼ようとする姿勢を示しています。しかし、神宮寺はこのような困難にもかかわらず、自分自身を貫き通しています。彼の優しさは、他人を思いやる心から来ており、それが彼を多くの人に愛される理由となっています。また、彼のバイクへの情熱は、 彼の冒険心と自由を象徴しており、彼の生き方を豊かにしています。そして、家族の伝統に対する抵抗感は、彼が個人としての自由を大切にしていることを示しています。彼の物語は、私たちに多くの教訓を与えてくれます。彼の優しさと情熱、そして葛藤は、私たちが日常生活で直面する多くの問題と重なる部分があります。彼の物語を通じて、 私たちは他人を思いやることの大切さ、自分自身の情熱を追求することの重要性、そして家族の期待と個人の自由のバランスを考えることができます。神宮寺勇太は、多くの人に愛される人物であり、その優しさと魅力は多くのファンに知られています。彼の優しさは、他人を思いやる心から来ており、それが彼を多くの人に愛される理由となっています。また、 彼のバイクへの情熱は彼の冒険心と自由を象徴しており彼の生き方を豊かにしていますそして家族の伝統に対する抵抗感は彼が個人としての自由を大切にしていることを示しています彼の優しさが時には彼自身を傷つけることもあります彼は他人を優先するあまり自分自身の感情を抑えることが多くその結果としてストレスをため込むことがあります また、バイクへの情熱が彼の安全を脅かすこともあり、ファンは彼の安全を心配しています。さらに、家族の伝統に対する葛藤は、彼が自分自身の価値観を大切にし、ながらも、家族の期待に依頼ようとする姿勢を示しています。神宮寺の物語は、多くの人に共感を呼ぶものです。彼の優しさと情熱、そして葛藤は、 私たちがが日常生活で直面すするる多くの問題と重なる部分があります彼の物語を通じて私たちは他人を思いやることの大切さ自分自身の情熱を追求することの重要性そして家族の期待と個人の自由のバランスを考えることができます彼の優しさが時には彼自身を傷つけることもあります彼は他人を優先するあまり自分自身の感情を抑えることが多く その結果ととしてスストレスをため込むことがありま,すまたバイクへの情熱が彼の安全を脅かすこともありファンは彼の安全を心配していますさらに家族の伝統に対する葛藤は彼が自分自身の価値観を大切にしながらも家族の期待に依頼ようとする姿勢を示しています